おはようございます。第3水曜日の朝、今日も元気にやっちまいとこ音楽情報を発信いたします。さて、今日はおはようミュージシャンをなんと2連発でやっちゃいます。ライブ告知しちゃうよ。まずは明日ワンマンライブされるオールドスティングバンドの川添さんにスタジオに来てもらってますので、おしゃべりしていただきましょうか。どうぞ。やちぼにミュージックランドをお聴きの皆さん、おはようございます。私、オールドスティングバンドの川添と申します。ボーカルを担当しています。明日の21日夜7時、会場ですね、夜8時開演でペイアノプラスというライブレストランで、ライブをやります。オールドスティングバンドはですね、結成してからは30年ぐらいになるんですけど、ライブ自体がね、ちょうど5年ぶりぐらいなんですね。なかなか腰が重いっていうね、私がライブをするのにですね、お尻は軽いんですけどね、腰が重たくてなかなかできないんですけども、これで、このオールドスティングバンドのスティングっていうのはですね、アーティストのスティングから取ったのかとよく言われるんですけど、実は私スティングというお店を昔バーをやってましてね、そこから取った名前でございます。だからスティングの曲とかは全然やりませんというところでございますね。で、なぜこのバンドを作ったかというとね、日本のロックバンドって言って、その頃、桑田バンドっていうのがね、桑田佳祐さんをボーカルにデビューしたんですけど、その時のバンマスというかリーダーが今野拓郎君といって、僕の大学の軽音楽部のサークルの後輩で、一緒にパーカッションを叩いてた後輩なんですけど、じゃあ九州のロックバンド作んなきゃって作ったのがオールドスティングバンドだったんですね。で、その頃のメンバーって元プロの人たちを集めて、熊本に帰ってきた人たちを集めて作ったバンドだったんですね。それから今はギターの阿部隆っていうのが一人だけ残ってるんですけども、ほんでこれで今回はですね、それにちなみまして、今野拓郎がずっとパーカッションで、彼がスペシャルゲストとして入ってくれてるということで、今日もですね、もうすでに熊本に入っております。なので、明日は楽しみにしていてください。それから彼が一緒にいつも遊んでるというか、音楽仲間の桑田佳祐君が、彼がですね、ガラクタという CD を出したんですね。ほいで今度オールドスティングバンドもね、やっぱり CD 作ろうかって話になってましたね。粗大ゴミという名前でちょっと作ってみようかなって考えておりますけどもね。で、実は、30年前にレコードをね、 EP レコードを作りまして、その時のね曲があるんですが、A 面の曲ですね、 What Price という曲があるんですけども、この曲を、かけていただいてですね、今日はこれで終わりにしたいと思います。ぜひ明日、おいでください。お待ちしております。
渋くてお茶目でかっこいい川添さんでした。明日なんと私もコーラス参戦いたしますので皆さん来てくださいね。よろしくどうぞ。続きまして、今月末9月30日の神通りバトルボックスで開催される私ヤッチーと超プロフェッショナルベーシスト、日本の音楽シーン最前線で大活躍しているスティング宮本の大人の夜のピクニックの告知です。こちら残席わずかですが、スティング宮本さんからご挨拶です。どんぞ。ヤチモニミュージックランドをお聞きの皆様おはようございます。ベーシストのスティング宮本です。自分は熊本出身のバンドリオという、バンドでねデビューしまして、今は東京を中心に、いろんなアーティストのライブとかレコーディングなどのサポートのお仕事をやっております。最近はですね、いろいろと熊本でも、ライブをやる機会があるんですけども、今回はですねぜひともお伝えしたいのはですね、9月30日、土曜日にですね、神通りのバトルボックスというスタジオで、大人の夜のピクニック、あの丘この丘を越えて歌おうと題して、ヤッチーとですね2人だけでライブをやろうと思っております。なんとほとんどの曲をですねベースと歌だけでやるというですね、かなり無茶な企画ではございますが、今回はなんとスタジオの中に屋台とかがあってですね、なんかアルコールがすごく OK な感じで宴会気分でやれるということで、まあどうなることやっていう感じで大変楽しみにしております。で、内容はですね、まあ大人の夜のピクニックということで、まあ皆さんがよく知っている洋楽とか J-POP とかですね、あとまあヤッチーのモノマネですね、あとめったにない、スティング宮本のですねベースの弾き語りとかですね、いろいろ企んでおりますので、お時間がある方はですねぜひ一緒に、飲んだり歌ったりして騒ぎたいなと思っております。それではですね9月30日土曜日ヤッチーと一緒にお待ちしております。じゃあ最後に、じゃあ1曲、聴いていただきたいと思います。まあスティングつながりということで本家スティングのイングリッシュマン・イン・ニューヨークを聴いていただきたいと思います。